明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴン、このゲームの模様をお送りいたします。スワローズの先発は右の原樹里、対するドラゴンズの先発は左のロメロ、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の原樹里、マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、トップバッターは大島、次が4球目、投げた、見逃し三振。バッターは2番京田、次が4球目、投げた、ストレート、空振り三振、2者連続三振になりました。右バッターボックスは3番福田、次が4球目、投げた、これは引っ掛けた、サード左横のフライになりました。取りました、これで3アウト。原樹里三者凡退、無得点に抑えています。スワローズまずは無得点に抑えました。スワローズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で雄平、初球決まってストライク。第2球打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びてセンター見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、チームメートが迎えます。リプレイをご覧ください。2回の表、3点を追いかけますドラゴンズの攻撃、先頭バッターはビシエド、打ちました、広岡ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。投球は3球目、投げた、打った、いい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、高橋ナイスバッティングです。バッターは6番阿部、さあ4球目、打った、痛烈な当たり、頭上を越えていく、高橋2塁回った、阿部ツーベースヒット、ピンチを広げてしまいました。バッターは7番平田、第2球打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる、レフトバックホーム、ドラゴンズ点差を2点に縮めました。先ほどのプレーです。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、木下、空振り三振、ボール球で仕留めました。さあリプレイです。バッターはピッチャーロメロ、第5球投げました、打った、山田掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回の表が終わって3対1、ドラゴンズこの回1点を返しています。ドラゴンズこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは大島、第5球投げました、打った、太田ボールを掴んだ、ボールはファーストへ、一塁アウト、これはアウトです。リプレイをご覧ください。バッターは2番京田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、スライダー、見逃し三振、原樹里3球で仕留めてみせました。第3球147キロ直球、空振り三振、原樹里見事なピッチングです。最後は空振り三振で仕留めました。3回の表が終わって3対1、スワローズ2点リード、スワローズリードで迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で雄平、ストレートはボール、さあ次の投球見送ってボール、第3球はストレート見送ってストライク、第4球は打ちました、いい当たり、ワンバウンドヒットになる、一塁ランナー一気に三塁へ、雄平ツーベースヒットを放ちました。さあチャンスを広げました。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターはビシエド、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。打った、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、
ビシエドいいバッティングを見せました。バッターは5番高橋。これが2度目。145キロ直球空振り三振。右バッターボックスには阿部。第2球投げました。打った。センターへのフライだ。ランナー一塁に戻ります。センター取りました。これで2アウト。ランナーは一塁変わりません。投げました。打ちました。右中間へのフライ。ライト前に出る。ヒットになります。ボールは中継。平田ナイスバッティングです。ピンチを広げています。打ちました。ピッチャー返し抜けた。ボールは中継。ドラゴンズ点差を3点に縮めました。先ほどのプレーです。ツーアウトランナー一塁二塁となりました。ロメロ投げた。打ちました。キャッチャー落下点。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって5対2ドラゴンズ、この回1点を返しました。ドラゴンズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは大島。今日は三振とサードゴロ。投げた。スライダー空振り三振。左バッターボックスは2番京田。ここまで2打席連続三振。第2球投げた。打ちました。拾うか。取りました。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは3番福田。今日はサードフライと三振。投げた。打った。拾うか。取った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。原樹里3人でピシャリと抑えています。5回の表が終わって5対2スワローズ、3点リードは変わりません。5回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは雄平。今日2打点を挙げています。第2球まっすぐ空振り。第3球を投げた。打ちました。ボテボテのショートゴロ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。試合は後半6回に入ります。先頭バッターはビシエド。打ったに当たりだ。二遊間ライナー破っていった。クリーンヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。ビシエドいいバッティングを見せました。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。次が4球目投げました。内角低め見逃し三振。セカンド阿部。第1球初球打ち。山田ボールを取る。セカンドから一塁送球アウト。今日2本のヒットを放っている平田。第1球初球引っ張った。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。結局三塁残塁で終了です。6回の表が終わって6対2スワローズ、4点リードは変わりません。スワローズピッチャーを変えてきました。先発の原樹里、6回2失点の好投でマウンドを降りました。マウンド上は近藤。今日2人目のボール、フォアボール。近藤ストレートのフォアボールを与えます。第2球打ちました。拾うか。掴んだ。二塁送球、二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。打順はトップに帰って大島。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。空振り三振。ボール球で仕留めました。満員の神宮球場、その上空には華やかな打ち上げ花火が豪華絢爛に咲き誇っています。スワローズリードで迎える7回です。ワンアウトランナー一塁という場面で雄平。今日はツーランホームランを打っています。第2球投げました。危ない球。第3球はアウトコース低め、外れてボール。さあ4球目打った。これはいい当たりだ。さらに伸びてライトセンター見送った。ホームラン。ツーランホームラン。雄平今日これが2本目のホームラン。ストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ドラゴンズこの回は上位打線から始まります。トップバッターは京田。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。投げました。空振り三振。2者連続三振。バッターは3番福田。これが4度目のバッターボックス。第2球
投げました。打った。ピッチャーライナー真正面。これで2アウト。ランナーありません。打った。二遊間ライナー破った。センター前ヒット。ビシエドいいバッティングを見せました。バッターは5番高橋。ここまでに打ちました。掴んでこれで3アウトになります。結局一塁残塁です。8回の表が終わって8-2、スワローズ6点リードは変わりません。鈴木降板。マウンド上ピッチャーは小熊。今日4人目のピッチャーとして登板です。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました。打った。強い当たり。打球はそのまま伸びてライトセンター見送った。ホームラン。スリーランホームラン。雄平これで2打席連続のホームラン。初球をうまく捉えました。さあチームメイトからの祝福を受けます。スワローズピッチャーを交代します。近藤降板。右の風原今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は低めのボール引っ掛けた。ショートを掴みました。これでワンアウト。ランナーありません。投げた。見逃し三振。代打は亀澤。スタンドからは大きな声援が上がっています。亀澤背番号53。投げた。打ちました。これはライトフライになった。ライトを取りました。試合終了。スワローズ圧勝です。ただいまの試合はスワローズの勝ちでございました。勝利投手原樹里、敗戦投手ロメロでございます。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいります。